ここだ。お兄ちゃん、僕たち今袋むじながど、袋むじ、え、聞いたことの、強くてずる賢い俺んちの米も袋、いたずらが好きなやつ追い払う方法が、それに父ちゃんが袋むじなだから追い払えばず、でもすごい、お父さんやお母、平気だけど、あ、もしかした、うん、それ、袋むじな真実を話してや、聞いてくれ、え、本当に、そんなことない、お前らの家族ちげえよ、そうそう、袋むじなの子、それからずっと機会を待ってたんだ、そしてついに今日、そうだそう、もういい、みんな、ゆいみや姉さんとこに行こうぜ、おいおい、待て、まずい、ゆいみや、行くぞ。はいはい、そう悲しま、でも、そら、袋むじなは偉い、うん、焦ったりへこんだりすることあらへん、今はいなくても、花火大会が始まる前には、宵宮姉さん特製の花火なら、袋むじななんて家も畑も、わかった。宵宮姉さん、あ、ちょっと待ちや、宵宮姉さんからって言うたらわかるさか、わかった、ありがとう、ああ、約束や、ほな気ぃつけて帰り、なあ、やっぱあんたらか、子供相手に何言うと、袋むじなは子供に大んってことは、そうや、うちも最初からせやけど、子供に聞く、あの子らが今信じとる、全部お前の作り、言いたいことは、遅くまで遊ばんようにする他にも、親御さんに何も分かってへんのにズバッ、それに子供にとってうちかて空想の産物に憧れたりする、燃やすとにどれもうちの妄想やっちゅうのは知っとる、あっかんびーしてドロンコ投げたる、せやろ、どれも子供の頃に信じたもんは、あんたらも子供の頃は悪理を、幻想が崩れ去ったら次は何を、ほな、うち長野原花火大会、お前、そうや、うちの名字、あ、せや、これから予定あるか、ほな、まずは店に、稲妻の八重堂は知っとるか、まあ悪い結末になりがちなんやけどな、例えば非紋石はお金持ちが見せびらかそうと展示した瞬間二度と燃えなくなったとか、父ちゃん、もうじき花火大会や、あ、こちらのどっちもやろか、そうか、それよりも父ちゃん、まか、あかん、勝手に始めかんねんな、でもさっきはかよ、ほんで長い時間、父ちゃん、あ、こないだ注文した花、昨日の花火なら全部しゅ、ちゃう、今日の分もぼちぼちし、ちゃう、なやで、材料のこ、あ、そうだそうだ、あ、ごめん、材料ならまだ届かまへん、あ、ま、ほんまごめんな、うるさかったやろ、うちのせやで、父ちゃん耳が遠いから、子供の頃はうちの話すこと、後になって、え、父ちゃんが笑うとこ見ると、せやけど、なあ、よいみや、え、びっくりした、勝手に、ごめん、ちょい待ち、誰も見てへんな、天領奉行の連中にバレんでよかったわ、悪かったよ、気にせんといて、作次郎、これから花火の材料を探す、ありがとう、こんなによくし、昔の常連さんで稲妻の外におったんやけど、数日前に帰ってきたんや、お尋ね、声でかすぎや、誰、もし捕まったら
何かしらの罪に問われる。危ないのは百も承知や。もし船がひっくり、今の稲妻は。それは帰ってきた矢先、信じがたい変化をたく。これ以上宵宮と龍之介さんに迷惑は。平気平気、そう気にせんといて。うちも言うたやろ、長野原短冊。そや、うちで花火を作って、短冊には長野原草の短冊を見たら、代々伝わってきたもんやさ。当時僕の親が龍之介さん。あの、そう気落ちせんと。原因は何であれ、お客さんが頼り。かたじけない。もうええから、今は隠れとき。 あすまない。稲妻出身やのに。せや、あんたらも最近稲妻に来たんやろ。それから勘定奉行にいる柊木。なるほど、お偉いさん。まったく、あんたらが旅してきたとこは。まあとにかくすまんな。花火を面倒やと思うたら、後でまた来てもかまへんから。よかった。一つ聞いてもええか、あんたらどうやって知り合ったん。こいつがオイラを釣り上げて、それから一緒に旅。いや、羨ましいなぁ思って。父ちゃんのそばにもあんたみたいのがおったら。耳小一、どうや、船の件は順調か。ああ、問題ない。ただ、待った。見ない顔がいい。大丈夫や、うちの友達やさかい。おお、オイラたちも仲間。なるほど。え、鎖国令があるからな。天領奉行は船に。分かっとる。なんだよ急に。今持ってくるから。ちょ、うん、お気に。途中うちの店に寄って花。ああ、ちょうど花火大会。そのつもりや。あ、おっと、これはな、その話。おっちゃん。宵宮は他にも用事。高一に言われてへんかったら、ここ最近花火作りで忙しくしと。父ちゃんはいい話し相手や。また話が脱線してもうた。あんたらの分だけやのうて。気にせんといて。毎年似たようなもん。お祝い事があるさかい、みんな花火を求め。でもお前もちろん楽しんどるで。花火師の家に。とにかくうちの心配は。すまへんすまへん。花火みたいに話の種もあっちゅう間に消えてまうやろ。次は城内を回ってみ。質問してもいいか。喉？確かにちょっと違和感あるけど、喉って元から喋るためのもんやろ。そうだな。用件は言わなくても大丈夫。え、ほんま？花火大会の時期になると、毎年花火のつい。そっか。気にしないでくれ。それでこちらのお二人が。この前、俺は息子と話すのが下手で。そんなことあらへん。もうちょいにっこりしてみたらどう。そうか。外で他の人と話すと。そう思い詰めんといて。花火の注文やなくてもかん。あ、そうさせてもらうよ。鉱石は持って行ってくれ。え、あかん。構わんさ。せやけど借りができても。そう言わずに受け取ってくれ。ほなら。お前って子は。なら、それとお父さんにもよろしく。ああ、森彦さんも仕事ばっかり。よいみや、人気だな。同じことお前にも言って。やから待ち。みんな全然聞いて。とにかく鉱石も手に。材料の問題は。くだらない。先生。あ、良い宮。どうやら花火大会。悪いけどちょっとだけ待っててくれる。かまへん、平気や。ほんなら手伝ったる。
ここの武器がぜ。そうだね。大丈夫やんな先生。まだ完成してへん花火が。相変わらず雨の魔流では全身全霊のよそ者が隣で催促で、ですがもうすぐ長野。じゃから鉱石はわしに任せ。ししそう大声を。おおきに先生助か。気にせんでよい。長野原花火大会がどれをにしても小娘気ぃつけるよ小娘がとにかく。さすが先生、この粒の形久しぶりに道具を手にした。当然じゃ。ずっと昔から天目流と。最初はわしの師匠と龍之介の父親じゃった。はじめ。はいほなうちはじゃ。よーし行くで。次は高一んとこ。くだらない。やっぱ戻ってへんか。まああんたと話したか。うちの付き添いで走りま。うちのことばっかで、あんたらを初めて会った時も、あんたら旅人なんやろ。ええー、な、父ちゃんが昔。あ、赤月はいつ。せやせや。父ちゃんがあんな喜ぶ。友達から聞いた話やけど、志を、あんたらは何のために嵐。あと神様が原因でそうやった。辛かったやろ。そっかほんまはず、稲妻は他と違って永遠をもと。これのええとこは疲れた人にとってぴったしの。これじゃちょっと分かりにくいか。でもそれは疲れてる時は何やってもうまくいかへん。うちの友達に冒険者がおるんやけど。せやけど大丈夫や。最後はここを去ってまうかもしれへんけど。ほんで家族が見つかって旅を思い返した時、稲妻が家にぴってあんたらよいみや、待たせたな。船はあそこだ。そっか、じゃあ行こう。雷雨にも。もちろん。行くぞ。一応これでも俺が用意。まあ正直こいつでは。これは最後の手段や。にしても高一勘弁してくれ。バレないようみんなで作業を分担し、大きさはこれが限界。わかった。ほな船は一旦ここに隠して。だんだん不安になってきたぞせやか、うちはシャブ業とよう協力。おとなしくしとけば。それに共犯よ。そうだな、今さら抜け。おお、経験者やったんやな。ほな高一、花火ももう完成しとるから出会いとるときに取りに来てや。モラならいいって。それにお前にモラ。姉さん、うちが説明したる。うちも父ちゃんから聞いた花。当時同じ時期に子供が十数人生まれてな、みんなえらい仲良しやった。でも商人やからあちこち。そして一番上の兄さんが手。みんな高い志を持っとって全員揃うんは無理や。ああ、親しい人でも長く離れているとか。あの頃の思い出。なるほど。そうや。せやからほな作次郎。ああ、俺もこう。そういえば高一が紹介の。小さい頃のことやし、それに人数が多すぎてよう覚えてなくてな。ほんである日、高一がまた見たことない友達を連れてきた時、ついこう言うてもうたんや。せや、昔遊んでくれて。船は用意できたで。場所は地図に印つけといたから。うん、でもせっかく帰ってきたんだ。もう逃げたくない。せやけど天領奉行。遅かれ早かれすまない。本当に奴ら。謝らんといてや。万が一のほんまに天領奉行に。うん、こうまでして
昔の僕は稲妻がそのことに気づいてから、いや、もう手遅れなんだ。そっか、おいらたちが。ほんま、さこ大丈夫や、せかしたり天領奉行。あ、嘘や、とりあえず会いに行って。でも通報される。心配あらへん、あんたは部屋に隠れとき。さあ急ぐで。あかん、まだ花火と花火の材料と注文が今日。父ちゃん、父ちゃん。さっきなんでオイラの言葉を途中で。あら、よいみやちゃん、いらっしゃい。とお隣の方は。そや、遠いとこから。そうだったの、今は。せやな。それと、おお、ありがとう。前、生きてるうちに長野原は。大丈夫よ。昔は田植えをしたり、水を吐く機能も雑草を抜こうとしたら。そうやったんか。大お茶とお菓子を持ってくるから気にせんといてよ。昔もよくお手伝いしとったやろ。そうそう、まあ本当にいい子。それじゃあお言葉に甘えて手伝。わかった、ほなついてきてくれるか。じいちゃんもばあちゃんも足が悪いんや。くさ。ひゃっ、いえ、行くぞ。完璧やな、これで十分やろ。サトルおじちゃんは村の向こうに住んどる。行こか。サトルおじちゃん。ぼちぼちだよ。みんなのおかげよ。こないだリーウェに下ろした花火が大好評やった。大変そうだな、龍之介さんと二人で。無理そうだったら俺に。平気や。そうそう、おお、ありがとう。香織おばさんのを食べてから、その味。家族はみんな元気。ああ、みんな変わりないよ。そばにいてくれれば喧嘩したっていい。今谷さんとこはおじさんもおばさんも。見た感じ平気そうや。せやけどおじちゃんが言うこと。ああ、今田村のみんな。用事も済んだことやし、そろそろ戻るか。若い子は。若者は体力があって。そういえば今年。ええー、1年1。50年。50年前。もう何でたらめ言ってんの。そうだったか。まあとにかく本当は結婚を申し込む勇気。花火が打ち上げ。でも空に花火。気づいたら自然と。この50年共に歩んで。50年の節目やって知ってたら。大丈夫よ、花火を見ると本当にな。そうだ、俺たちのことはさておき。あんな、実作次郎が。え、うちの子の小さい頃はいつも二人で遊んだけど。あの頃の作次。けどうちの圭介は小さい頃から俺たち。子供というのはひょんなことから大げ。そうやったん。圭介は何も言わないが、俺と母さんには意地になってるのかもな。他のことなら作次郎のことにな。そんな。そうやったんか、作次郎に帰ってきた理由を。あいつの決心がつかへん理由。幼い頃は親友だったのに、今は天領奉行。わかった、作次郎はうちらで何とかする。もうこんなにも時間。どうしたらええんやろ。ひとまずこのことを作次郎に伝えに行こうか。ユイミヤ、大変や。え、なんでと。
父ちゃん平気やったか？花火大会の準備で部屋全然聞く耳もたせやけど、作次郎は事前に感じ。あーちゃー、父ちゃんどこ、このままやと天領奉行に捕まっせや。名前名前言わないと。ああ名前は分からへん。それに名前は、名前なら聞こえ、さっき知り合いのとこから鉱石を持ってくる途中ちょうど先頭にいた人は、やっぱそうやったか。作次郎はまだ決心できてへん。そないなったら、子供たちや。作次、よいみや姉さん、フクロムシナを追い払う。それなら龍之介おじちゃんに任せ。こんにな。おせや、戻ってきたら雨。よっしゃ。それでな、聞きたいことが。見たよ、誰かを。あのおっさんたち。いやいや心配やら、あんたらはおとなしく。うん、おとなしくしてり。こっちで間違いなさそうや。追っかけよ。作次郎がまだ決心してへんかったら、うちらが助けるしかあらへん。あそこ見てみ、天領奉行の連中や。公務中だ。この作次郎と圭介立ち入り禁止だと。ほんま邪魔やわ。するとはいい度胸だな。このような所業、どこに逃げようと必ず中罰を食っ。おっかないこと、無駄な時間を使ってしもた。この先におるはずや。行くで。行くぞ。はっ。その剣筋、お前に賞賛はない。最後に君、負けを認めるよ。お前がこの国に帰る好きに思う。この船を作った者。待ち、そう簡単に突き放したら。見覚えのある顔だな。確か長野原家で花火を作ってる。おせっかいな。大丈夫だ、宵宮。過去のことを語ってもどうしようもない。なら、なんで苦労してまで稲妻に帰って、こうやってちゃんと話したいから。こいつと話すこと、お尋ね者と天領奉行の役に、かつての友情に免じて。なんでそないなこと言う。あんたの部下を見張り役に残して、なんで二人とも話したい。お前の考え、いいよ宵宮。あかん、まだ何もできて。今谷さん、けっ、うちが勝ったら作次郎あんたもや。こないな状況やないと。もし負けたら。よいみや。その申し出、長官、支援に参りました。支援？決闘じゃないのかよ。オイラたちも手伝おう。よいみやを一人で戦わせるわけにはいかない。支援、行くぞ。雪を舞え。いや、俺が守れ。いってるで。そりゃ、ふっ、へっ、こいつら、
ただも下がれ。あ、はい。ここには近寄るなと言った。はっ。お前という娘はどうして俺たちに。それはあんたの父ちゃんと母ちゃんからさっやったら話すことな孤独を感じるため。実は昔の考え方が変わったわ。僕はモンドの自由を、稲妻を離れたことを。僕は逃亡者だ。でもその逃亡、未だにここを変えたいと。いや、もうそんな大、君は逃げていない。僕の心にはしこり。そして、ライデン将軍に憧れ、あのお方の、だが、俺は、ただ、船は、見逃そう。え？お前をこのまま稲妻に残す。でも、そんなこと、俺を気にする必要はない。今の時代、国外にいる稲、お前に手を貸そう。道中。安心してくれ、また君と。ああ。左遷は避け、俺もいい年して。何を、作次郎が逃走に使おうとした船だ。作次郎をここまで追い詰め、宵宮の言う通り。でも、それでええと思うで。ああ、今ようやく。うちはあんたの両親と。長野原家の後継ぎの噂は、前々から耳にしている。そうだ。俺が子供の頃に見た花。短冊がないと無理や。そうか、ならいい。そうへこまんといて。あんたのためには作れへんけど、作次郎の花火な。気にせんといて。花。さっきの宵宮、そう。うちはおしゃべりが好きやさか、会話せんと何も解決はできひん。作次郎と圭介は昔のようには戻れへんけど、さあ、行こうか。花火を見る。あんたらの花火は、と。くだらない。行くぞ。天道地は風の行く先を。くだらない。あれは、圭介。そうだ、宵宮、お前にとって花火って何なんだ。宵宮。しあれ、ほんまに泣いとるかも。せや、最初にあれが父ちゃんに頼ん。おお、ひときわ。それならよかった。どこへ行っても何があっても不安を感じたり、きっと時が深まるほど。せや、あんたらもすっかりうちの。でも花火を見てる時の宵宮は、実は自分の作ったもんが空に上がるのを、しっさき、船を用意してくれた小池圭介の両親、そして圭介と、あ、そうだそうだ、うちにっせやな。おい、今まで聞かれたことは、たまたま長野原家に飛んで、ほんの一瞬で消える花火は将軍せやけど、みんなの思いは消えへん。
それが花火のみんなが花火に思いを寄せとるやないと。身内複雑なことを長野原家に生まれて、ぎょうさん綺麗な花火を作れて、ほんまに誇らしいんや。